はい、始まりましたタイソンチャンネルです。よろしくお願いいたします。はい、これ当然録が録音なんですけど、はい、今が、はい、あの本日のね、はい、27日の4時なんです、はい、4時10分、はい、あの本当に30分前に、はい、やから先輩と喋りました。私電話が来たってことなんですか？いや、 LINE が来たんですよ。 LINE が、ね、まず、はいはい、まず LINE が来て、はい、お疲れ様です、3月8日に、急性くも膜下出血で倒れてしまい、未だに入院してます。ご心配をかけてすいません、はい、時間のある時電話しましょうっていう風だったんで、もうすぐ、はい、今大丈夫ってすぐかけたら出たんです。なるほど。だから今意識は、うん、あ、そうそう、もう今日、はい、あの電話がもらえたって病院ですごい急で、もう急展開ですね。そう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 、そうなんです。じゃあもうとりあえず普通にお話をできたような状態だったってことですかね？そうです。いや、よかったですね。うん、うん、でも、はい、まあまあ体調、まあ左半身に麻痺が残って、はい、当然、うん、いい状態ではないです。うーん、そうなんですね。後遺症は残っちゃってる感じなんですね。うん、今からリハビリ、今からリハビリって、はい、うん、うん、そうなんですよ。で、もう僕も急に喋れたから、まあ、これ音声がね、僕と会話喋ったの、僕の声があれなんで、あれ、本当にかって言われちゃうとあれなんで、もし、はい、僕が電話で喋った音声が出せるなら、どっかで、まあ、ここで出してもいいですし。わかりました。じゃあ、ちょっとそれを今、ここで一回少し流しますね。はい、はい。はい、ごめんなさい、やから先輩。さっきのが録、うまく録音できてなかったんで、ごめんね。はい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 。もう一回同じこと聞くんだけど、今日やっと、はい、携帯が、手元に来て、お話できるようになったんだよね。そうです。はい。そうです。3月8日に、病院に取られてたから、今日話してもらいました。はい。はい、で、まだ本当に左半身に麻痺が残って、これからリハビリってことなんですよね。そうですね。はい、そうです。ごめんね、本当に大変な時、僕が録音失敗しちゃったから。とんでもないですよ、つまりさんだったら。いやいや、ごめんね、せっかくあれ、申し訳ないなと思ってもう一回電話かけさせてもらったんだけど、ちょっと皆さんに、一言だけ言ってあげてもらえますかね。はい。はい。一言難しい。まあ、元気になって、また、毎日放送できるようになるってことだよね。うん。はい、またします。はい。またしますんで、皆さん、もうしばらくお待ちください。はい。ありがとうね。ごめんなさいね。はい。すいません。あ、ごめんね。また連絡します。はい。はい。すいません。で、こういうことなんですよ。はい、で、一回僕はもう慌ててて、はい、携帯で録音できなかった。もう一回かけ直して、はい、もう一回やってっつって言って、いいですよっつって、はい。うん。ただまあ、やっぱり元気はないですよ、正直言って。前のああいう感じではないので、うん。これ意識がなかったという状態っていうか、なんていうんですかね、こういうふうにお話ができなかったのって、どれぐらいの期間、そういった状態だったんですかね。あのね、だからどこまで、まあ、あんまり長く喋ってもあれかなと思ったんで、ポイント確実、大事なところを聞かなきゃって、内藤さんと喋ったの覚えてますって言ったら、覚えてるって言ったら、覚えてないって。あ、じゃあもう本当に意識が朦朧としてる時に内藤さんが電話かけて、うん、たまたまこうなんかおっしゃったみたいな感じだったんですかね。うんうん、ただ、はい、本人が言うには、その時っていうのは集中治療室に入ってて、もう意識もない状態だから、喋ったと思えないんだよねって言ってるの、やっぱり。内藤さんって喋った録音の音声って出してないんですよね。出してましたっけ？だから、喋ったのはないっていうか、まあ、要は本人が覚えてないって言ってるから、もう覚えないよねっていうふうに、まあ、事実はあれとしても覚えてないって言ってるわけ、結局。そうですね。喋ってなんかやり取りしてるのなんか聞いた気をするな。どうなんですか？まあ、記憶にはないってことですもんね。で、その後に、ナイト君と喋ったの覚えてる。いや、それも覚えてないって。だから、それはわりかしはっきり喋ってるんだよね。そうなんですね。うん、看護師さんが出てっていうやりとりまで録画されてるから、はい、それも、いや、はっきり覚えてないっていうことなんで、うん。今でもわりかしやっと喋れてるって感じなんで、はい。
いや、でも良かったですね。まあ、まだちょっとこれから回復段階だと思いますけど、一応。うん、ただやっぱ、はい、うん、さっきの、いや、じゃあ皆さんにって言って、はい、っていうぐらいだから、やっぱり全然前のやから先輩ではないね。うん、うんうん、結構これってなんか去年の夏にも入院しちゃったっていう話聞いたことあるんですけど、うん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 、何回もこう繰り返しちゃう感じなんですかね。いや、だからその繰り返すって、繰り返したら良くないよね本当は。うん、まあ、そうですよね。うん、うん、詳しいところの病状っていうところまで僕聞けるあれがなかったんで、はい、うん、まあ、とにかく喋れたっていうことだけは一つ、うん、ね、良かったかな。そうですね、結構、うん、皆さんやっぱりやから先輩どうしてるんだろうって多分ファンの方とかも気になってると思うんで、うん、だからあれが3月8って言ってるから、はい、もう4、5、6、もう3ヶ月になるね。そうですよね、うんうん、結構もう、まあ、いなんていうんですかね、言い方悪いんですけど、なんか結構盛り上がってる時だったから、やっぱり変な誤解されちゃったりとかしてて、うん、早くなんかご本人から説明できた方がいいなと思ってたじゃないですか。もう3ヶ月経っちゃうともう状況変わっちゃってるよね。そうですよね。いろいろなことになっちゃってね、うん、大関さんも VTuber 化したりとか、なんかいろいろこれから変わるっていう。だから、あの、大関の方には伝えてよ、こういう風に。あ、そうなんですね。うん、うん、伝えて、で、そしたら、あの、やはり、あの、で、こういう音声喋ってる聞かせてあげたの、最初に。はい。宅建さんと大関さんには言わないとね、やっぱり。はい。そしたら、あ、やはり暗いですね。私のことどう思ってるか聞いてみてほしいです。やっぱり真面目ですよね、大関さんって、すごい。うん。うん、で、あの、今日の、その、まあ、これが、まあ、今4時だから、今日20時僕がライブをやるんで、はい、やりますっていうこと言ったら、あ、そこでやから先輩が出るって彼は思って、俺はまあ、そういうやり方しないから、はい、うん、うん。そしたら、あ、本人はまだ出られないです。あ、そうなんですね。でもよかった。よかったですって。うん、やっぱり気にはしてるんだよ、うん、そうですよね、まあ、責任感じてるっていうかあれですけど、うんうん、やっぱり気にかけてるところありますよね。いやー、だけどさ、俺これさ、はい、あの、ね、これちょっと苦しつらいな。3月4日ね、こういうこと、はい、おはようございます、電話できるときお願いしますって俺が送って、はい、ありがとうございます、また日程がある程度決まりましたら連絡ください、よろしくお願いしますで、で、やから先輩ね、僕は、はい、こちらこそよろしくお願いします、3月20日の予定はどうですか、はい、問題ありませんと、やから先輩ね、はいはい、場所はどうしましょう、で、僕が言ったら、やから先輩がお任せいたしますよ、都内でもすぐに行けますから、じゃあ僕は東京駅近く13時で場所はまた指定しますねってなってるわけ、はい、うん、で、やから先輩がはい、了解いたしましたっていうことね、はい、ね、こっからなんだよ、ね、日にちが改まって3月5日、はい、おはようございます、昨夜ライブ中に本物か偽物か分かりませんが、はい、青汁王子来ました、青汁王子が1万2000円のスパチャをやから先輩に入れてるんです。おー、ね、はい、ただ本物かが分かりませんがって言うけど、僕は分かってたんで本物ですよ、そうなんですね、了解いたしました、で、まあ、要は青汁王子とのことがごたごたがあったじゃないですか、はい、ね、はい、あのタイソンに対してどうのこうの、うん、はい、で、やから先輩が援護してくれたところからこう交流が始まってるわけじゃないですか、はい、その青汁王子も今入院ってつらいな、うん、そうですね、うん、ちょっと今なんかあんまり良くない感じがちょっと続いてやってますけど、うん、うん、まあね、そこからなんですよ。それで、これが7日で、はい、あの、その7日の日に、まあ、結局、大関さんとの絡みでどうこうなって、うん、で、8日は、もう、3月9日で、おはようございます、体調大丈夫ですかっていうところから、もう、こうなんだよね。結構長く感じましたね。なんか3ヶ月って言っても、うんうんうん、まあ、3ヶ月も長いですけど、もっと長いようなぐらい長く感じましたね。やっぱり連絡取れないと長く感じますよね。状況がわからないと、やっぱりどうしてるのかなっていう。ねえ。まあでも、多分、配信戻ってこれると思うよ。喋れたんで、喋、うん、れてたんで。ただ、メールも、あの、今もあれなんで、ちょっと誤字とか間違えて、はい、打ち方がっていうのがあるので、はい、うん。
そうなんですよ。だからまだ手も動きにくいんだなっていうのが想像できます。うん。あ、でも一応お話はやっぱり通話でもできてるってことなんで、うんうんうん、配信戻ってくることはできるけど、ちょっとリハビリとかに時間がかかりそうっていうことですか。多分病院からではできないんで、多分こっからのリハビリが結構大変なんで、やっぱりまだね、何ヶ月かかかるんじゃないかなっていう気はするな。うん、ああ、まあでも良かったです。いや、もうひとまず本当に良かったですね。まあ、うん、それ今日は報告っていうことにしておきましょう。わかりました。はい。じゃあ本日ありがとうございました。ありがとうございました。